さて、音声と映像は大丈夫ですかね？声聞こえてます？聞こえてるかな？聞こえてます？音声は大丈夫そう。OK。画像、映像も大丈夫ですか？はい。過去の経験を生かして、21時のちょっと前にはスタンバイを終えるというですね、非常に仕事としてはいい形で今本番を迎えています。いろんなところで言うんですけど、やっぱりね、想定と準備ですよ。何事も。はい。じゃあ21時になりました。皆さんこんばんは。秋高田市長の石丸真二です。本日もミートアップオンラインにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。今日はクリスマスイブ。イエイ。そんなテンションなのかな。皆さんね、クリスマスってことでちょっとウキウキされてますか？されてましたか？なんとなくね、街中も楽しげなムードが漂ってるので、それだけでね、幸せな気分になれるかなと思うんですが、とりあえず乾杯からちょっと気が抜けちゃってるけど、心が綺麗な人には炭酸水に見える飲み物です。それじゃあ乾杯、メリークリスマス。皆さんもね、思い思いの飲み物を飲んでいただいて、早速なんですけども、本日のメインケーキ用意しました。いや、この箱に入ってるケーキ屋さんで買ったちゃんとしたケーキです。どこで買ったかというと、秋田方にある夢タウンの中に入ってる富士屋さんです。富士屋のねケーキ買ってきたんですけど、ここからすごい、このね箱を上からじゃなくて横から見えないか、ここに線が入ってて横から開けれるっぽいんですよ。怖っ。ここまで大事にして最後ぐちゃっていく可能性が、でもせっかくならここから開けたいな。 OK、 よし。あ、やばい。今ネット界隈で話題になってる、あの例のねケーキがぶっ壊れてた騒動みたいになるところでしたが、ほら見てください、これ素晴らしい。ちゃんと形が保たれてます。このね、これちょっとあれ、これ最後の最後で出ないんじゃないかな。あ、大丈夫、このね、いや出ない。ちょっと、はい、こんな、これどうですか、かわいいね。ケーキを探してきました。富士屋のショートケーキっていうのかな、これも。皆さんもあの各自ケーキを召し上がってみてくださいね。せっかくのクリスマスなので、全国の、まあ、世界中の皆さんを一人にはしないと。そんな覚悟でお送りしてます。これは、あ、これ、ちょっと待って、まだね、フォーク入刀じゃないな。フォーク刺す前にやらなければならない手順が、まだ結構ある。よいしょ。うん、今ね、日曜の21時に、おっさんがケーキを食おうとしてるっていうね、そんなライブ配信になってますが。はい、よいしょ。これ、じゃあこっち変えていただきます。皆さんもね、思い思いのケーキ召し上がってください。あ、あ、うまっ、うまっ。藤田さん、ありがとう。ケーキ食べたのいつぶりだろう。こんなちゃんとしたの買って食べるの。あー、なんかもう、この糖質がたまらん。うん。ちょっと、余計あれですけど、ごめんなさい、手食べ。うん。あー、おいしい。はい。あ、でも、あれだ。ショートケーキって、確か、藤田が始めたんじゃなかったでしたっけ ?100 年ぐらい前じゃないかな。違います。諸説あんのかな。で、あのいちごが乗ってるね、あのショートケーキって日本独自の形らしいんですよ。確かに海外であれって見たことないかな、うん、あ、ちなみにまたどうでもいい話続けると、毎月22日はショートケーキの日なんですけど、ご存知でした？知らないかな。なんでショートケーキの日だと思います？毎月22日が。これね、考えた人めちゃくちゃ賢いなって思ったんですよ。なんとかの日っていろいろありますけど、僕これが一番冴えてるなと思いました。毎月。あ、もうコメント書きました。そうなんですよ。カレンダーで見ると、22の上って必ず15日じゃないですか。15。そう。いちごが必ず上に乗ってるんですよ。22って。だから、ショートケーキの日らしいんですよね。いやー、これ思いついた人、めちゃくちゃ気持ちよかったんじゃないかな。いつも思うんですけど。そんなショートケーキですね。今日はいただいてます。皆さんも、ケーキ食べてます？シャンパン飲んだりします？ね、いいんですか？あの M1 見なくて。まだ、決勝はまだかな。さっきまで、敗者復活戦かなとかを見てたんですよ。残んなかったですけど、あれなんて言うんだっけな、パフュームじゃないですってやってた人。風数やとかかな。あれが個人的には面白かったんですけど。ね、多分今ね、盛り上がってると思うので、M1 を見る合間にちょっとこのライブ配信を見たり聞いたりしてもらえれば十分かなと、ちょうどいいかなと思います。はい。で、事前になんか質問とかもいただいてたので、ちょっとそのあたりも触れていくと、あ、そうだ。もうね、出だしからスパチャ
めっちゃしてくださってる方がたくさんいらっしゃいまして、本当にいつもありがとうございます。なんか、しかもまた始まる前に3万おいくらを投げてくださってた方もいらっしゃいましたよね。本当ありがとうございます。またとある PG のインデックスさん、こんばんは。ああ、公式チャンネルでメンバーシップを提供する予定はないんですね、今のところ。なんかそういう収益化も面白いかなとは思うんですけど、どうですかね。あんまり複雑なことをやって収益高めるのなのかなっていう、はい、思います。はい。で、何て言うんだ？パパさん。ああ、なるほどね。例のポスターの話ですよ。一部のみを切り取って公開したいとは、全部は公開しきれないので、必要なところだけを開示しただけですね。で、誹謗中傷しているのは予想外の出来事でしたか？難しいですね。なんだろう、それはやっちゃいけないことはいけないだけで、どこまでそれに対して僕が責任を負うのか、負えるのかっていうと、こういう活動をしてる限り、制御できない部分ってありますよね。ただ、僕の立場から言うのは、どうでもよくないですか？またね、気分気に使われるかなと思って、あえて言ってみるんですけど、だって、完全な民事の訴訟ですよ。ね、別にどっちが悪い云々でもなくて、単に、契約、がうまくいってなくて、両者の合意が取れなかったっていう、それだけなんですよね。だから、当然ね、先方を責めるのもあれですし、僕に対してなんやかんや言うのも、どこからその元気が湧いてくるんだろうなとは思います。ただ、まあ、メディアからも聞かれてたので答えてたっていうのもありますし、あえてあれを世に訴えた狙いっていうのは、そんなところじゃなくて、ね、すごい真面目な話いきなり言うんですけど、選挙に絡む利権の問題なんです、あれって。ね、何年か前にというか、何年かおきに、テレビ、まあ、新聞かなが、時々ね、ポスターとかビラの制作費取り上げるんですけど、結果、なんかうまく問題が解決されてないんですよね。何が起きてるか、簡単に言うと、公費負担という制度があって、ね、選挙に出る際には、税金でポスター、ビラを作れますってなってるんですよ。自己負担を基本的に発生させないという前提で。これが前提のまずある。なので、それをいいことにね、業者の方が、その公費負担の限度いっぱいまでの契約をバンバン出すのが常態化してるんです。あんまりご存知ないですよね、おそらく。新聞の方だったら知ってるはずなんですけど、そうなんですよ。で、果たしてそれが本当に適正な価格なのか、とね、今のこの時代にあってですよ。なんか業者の言い値みたいなところがその相場として公費負担の基準にもなってるんですよ。たときに選挙の都度ね、お宅のところにお願いしますよみたいな、要は大口なわけですよ。発注する側がね、立候補する側が。で、そこから業者も何年かに一回必ず入ってくる。都市部だったら何百万円単位、もうちょっと膨れるんですね。人口に比例して。たときに、いや、下手したら、それこそあれですよ。今話題のね、なんかこう、キックバックをもらうみたいな。っていう温床になりかねないのに、なぜか多くの人に知られてない、で、メディアもそこ追求しないのが危ういなって思うので、そこに対して問題提起をしたいっていうのはありますけども、それ以外については、正直どうでもいいだろうというのが、個人的には思います。はい。よし。ちょっとなんかいきなり硬い話に行ってしまったんですけど、ちょっと他のところも見ますと、あ、北海道から50代男性、ありがとうございます。寒くなりましたので、くれぐれもご注意ください。秋田方もね、しっかり雪降りましたよ、この数日。昨日、おとといは道路にも積もりましたね。でも、今日はもうピークを超えたみたいで、年末にかけては天気が回復するという話だったので、ちょっと安心してます。北海道の方が多分寒いし、雪もすごいと思うので、どうぞ、ね、気をつけて年末を迎えて、そして年始をね、待ちましょう。はい。朱平さん、昔、広島に住んでた。例えばの話ですが、市長がとある企業の採用面接官を担当します。市長なら志望動機以外でどんなことを質問したりお話ししたりしますか？志望動機ってあんまり聞いても意味がないかなって思ってます。というのは、エントリーシートに書いてあるじゃないですか。ね、志望動機を簡単に言ってくださいって言っても、エントリーシートをほぼ言っちゃうんですよ。だから、そこを聞いても価値がないというか、追加の情報にならないので、やっぱりの方がいいんじゃないですかね。で、
秋田方市の市役所の採用で、僕が一番最初にアイスブレイクも兼ねて聞くのは、何があったかな、最近だったら。ああ、今朝ご飯食べましたか、朝ご飯食べましたか、で、どんなものを食べましたかっていう、そういう質問をします。で、正解はないんですよ。で、正解がないから、何を言ってもいいんですけど、どういうふうに答えるかっていうところを見てます。それで、大体のそのコミュニケーション能力とかって、わかりますよ。話が得意とか苦手とかね、パッと記憶にね、が探れるかとか、そういうのが見えるので、なんかそんな日常の会話でいいんじゃないかなという気はします。はい。あとは、あ、モンドオルサさん、福山市からありがとうございます。自分へのクリスマスプレゼントもらいましたが、あ、これ、ある方が送ってくださったんですよ。クリスマス用にということで、ありがとうございました。でもね、これ以外のクリスマスプレゼントはもらってないですし、自分へのプレゼントも、もうこの年になっちゃうとね、あんまりなんか欲しいものもないので、買ってないですね。あ、ちなみに、どっかに質問があったんですけど、ちっちゃい頃にどんなクリスマスプレゼントもらってましたかっていうやつ。宮さんのところにはサンタさん来てました？今来てます？そのサンタさんは願いを叶えてくれてますか？うちのね、サンタは、全然ね、リクエストに答えてくれないサンタだったんですよ。なんか、僕があんまり覚えてないんですけど、妹が言うには、なんかね、小学校入る前かな、歯ブラシセットが朝起きたら枕元に置いてあった。どんなんだよね、うん。で、僕が覚えてるのは、漫画体の辞典っていうね、子供向けの漫画なんですけど、体の仕組みが、説明してあるんですよ。例によって、男の子が物知り博士に連れられて、なんかちっちゃいね、こうマシーンに、なんかスモールライトみたいなちっちゃくなって、こう口から入って、この体の中を巡る、旅するっていうやつなんですけど、これがね、小学校低学年の時に朝起きたら置いてあって、いや、おかしいな。ね、当時は僕はロボットとかがね、好きだったんで、ゾイドってわかります？ゾイド。恐竜の形を模したロボットなんですけど、ゾイドが欲しかったんですよ。キングゴジラスマーク2とかね、書いてたんですけど、書いてたのに置いてあるのは漫画体の辞典なんですよ。あれ？これ僕の知ってるサンタじゃないんだけど、親にもね、言った覚えがあります。あれ？なんかサンタさん間違ってるみたいだね。でもね、ついぞうちのサンタさんは願いを叶えてくれなかったですね。ただ、大人になって思うのは、それで良かったんですよ。ゾイド欲しかったですけど、ゾイドじゃなくて漫画体の辞典をね、僕はクリスマスに与えられ、で、年末年始冬休みね、暇だから読むじゃないですか。で、漫画だからサラサラって読めるんですよ。で、うちは家にそんなにおもちゃとかなかったし、もう本もね、たくさん買い与えられたような子供じゃなかったんで、風邪ひいて家で寝てる休んでる時に、おもむろに本棚から引っ張り出してペラペラめくるんですよ。何年もね。したら、覚えるんですよ、中身。だから、中学校入ってからかな、生物とかで覚えるじゃないですか。で、口から食べて、なんだっけ、アミラーゼ。で、デンプンをグルコースに分解するんでしたっけ？とかね、ポリペプチド、アミノ酸とかね、小腸各器官の名前。で、心臓の右心室、左心室とかね、が、小学校何年間かかけて覚えてるから、当たり前のように教科書が読めるんです、生物を。生物の教科書が。で、あの時に、あ、あれが良かったんだなっていうふうに思いました。当時はサンタさん恨みましたけどね。うん、もらった時には。でも、後になって、あれで良かったんだなと思うので、ね、全国のサンタさんは、ぜひ自信を持って、子供が今喜ぶものじゃなくて、将来というか、後々喜ぶような贈り物をあげてほしいなと、勝手に思ってます。はい、クリスマスのプレゼントそんなんでいいですか？あとなんかあったかな？じゃあまたちょっとチャットに頑張って。でもどこまで読んだか、ちょっと待って。なんと、カッティングエッジさん、3万円。赤スパありがとうございます。なんて言うんだっけこれ。ナイスパ。倉敷の夢タウンで秋田方駅を買いました。おお、ありがとうございます。そうなんですよ。今ね、秋田方駅、広島県内の泉、夢テラス、夢タウン、夢マートで、売ってもらってるのと、岡山と、あと九州と高松、四国の夢タウン系列でも売ってくださってるらしいんですよ。なので、ぜひ、泉行ってみてください。はい。
あ、でね、このカッティングエッジさんはおいくつなんだろうな。この年で政治に興味を持てなかった私に市政に参加するきっかけをいただきましたというふうに書いてくださいました。いや、でもこういうふうに言っていただけると本当に嬉しいです。でそれこそが僕の願いなので、僕の願いを叶えてもらうクリスマスになってますけど、ありがとうございます。のらりくらりさん、セックってスウェーデンクローン150セックがいくらか全然わかんないですけど、あー、わからん。ごめんなさい。担当してなかった通貨は単位もわからないですね。ありがとうございます。スウェーデンにいらっしゃるのかな、今。いいですね。なんか北欧のクリスマスってね、始まりがありそうですね、また。あ、でもちなみに、どっかに質問もあったんですけど、クリスマスの思い出、まあ、ニューヨークとか海外の思い出なんかないですかっていうのがあったので言うと、あんまりね、クリスマスっぽいことやったことないんですよ。うん。なんか。だからこのね、出だしに完売したね、シャンパングラスも、俺、そういう時にね、いいかなと思って買ったんですけど、まあ、使ったことがないですね。今日で多分、3、4回目とかじゃないか。これニューヨークにも持ってったんですよ。荷物に詰めてね。でも結果、向こうで一遍もこう、袋、包みを開けることなく持って帰って、今日初めて、5、6年ぶりに使ってます。シャンパングラス。これ、ちょっとね、おしゃれな、やつなんですけど、菅原グラスっていうやつなんですよ。ご存知の方いるかな？菅原グラス。ね、なんか、洒落た器をね、揃えたら、こう、豊かな食事に、食生活になるかなと思って、揃えてみたんですが、全く出番がないというね。いや、今日使えてよかったです。ちなみに、今日のは、マジで炭酸水です。フェリーです。はい。ね、心が綺麗でなくても、水に見えたはずです。あとは、じゃあ、次は、他県からですが、応援しています。西野さん、ありがとうございます。クリスマスイブ。クリスマス、秋田がだけ山口飛ばしません。コニオさん、山口って夢タウン、ない、いや、ないことはない。え、ちょっとお近くの泉に行ってみてください。ないかな？ごめんなさい。ちょっと、未確認です。あとは。あ、コペンさん、ライブ配信での最初のスパチャ。おー、ありがとうございます。そういう、初めてこれやってみましたみたいな。もうなんか嬉しいですね。見方がまた違う。あ、でも待って、この今のね、穏やかなチャットだったら、追うのはしんどいか。あ、有馬記念見れましたかっていうのが。有馬記念はちょこっとだけ見ました。全然詳しくないで、馬券も買ってないんですけど、なんだっけ？ドウデュースでした。武豊さんですよね。確か買った。ね、なんか試合運びもすごい面白かった。じゃないかなっていう、最後のコーナーで一気にこうまくる形になったんでしたっけ。武豊さんってまだやってらっしゃるって失礼ですけど、え、だって僕が子供の頃からジョッキー騎手されてますよね。多分30年以上じゃないですか。すごいですね。そんなに現役でね、しかも第一線で続けられるもんなのか、あの方が特別なんですかね。いや、すごいなと思って。全然競馬僕詳しくないんですけど、高校生の時にすごい、高校生って変なんですけど、同級生が競馬好きなね、友達がいて、彼がね、なんだっけな、ビワ・ハヤヒデとか、ナリタ・ブライアンの兄弟かな、それ。とかね、あの辺の名前をちょっとこれ、あ、ダビスタですよ。ダビスタが流行ってたんで、それでね、彼も多分好きだったはずなんですけど、なので、ちょっと詳しいというほどじゃないんですけども、聞きかじったりね、毎年この季節は有馬記念をね、少し注目はしてたりします。でも今日ってすごいイベント目白押しですよね。まあ今 M1 やってるし、有馬記念やったし、あんまり見ないかな。高校駅でも今日あったんですよ。昼からね。とか。今日は、まあ仕事がないわけじゃない。市役所には行ってたんですけど、行事が入らない日だったんで。なので、ちょっと仕事しながら部屋の掃除したり、久しぶりにね、漫画読んだり、少しまったりしてたんですよ。なので、夕方かな、有馬記念も少し見れたんで、結構今日はなんか潤ってます。昨日はちなみに秋田方市で初めての e スポーツ大会がありました。スーパーボンバーマンをやったんですけど、小学生、中学生、高校生の各部門でやって、それぞれの優勝賞金を1万円。いいですよね。ゲームをして1万円もらえる時代になったんですよ。この前たまたまふるさと納税の返礼品、市長とのランチ、で、来てくださった方が、その e スポーツの黎明期で、まさに仕事をされてた方、たまたまね、だったんですけど、
で、そういう方が10年ぐらいかけて育ててきたものが今ね、本当に秋田方市みたいな田舎でも一つの動きになってきてるので、時代の流れっていいなっていうふうに改めて思いました。僕すごいゲームが好きだったんですよ。ゲーマーなので、ボンバーマンも当然やってました。そうだから2部制で前後編で、後編が中学生と高校生の部だったんですよ。でそれが終わった後にそれぞれのチャンピオンと僕が対戦したんですね。でなんとそれぞれの優勝者蹴散らして勝っちゃったっていう、ね、なので秋田方市でボンバーマン最強は今市長。ほんと大人げないですよね。いや僕もさすがにいろいろ考えたんですよ、ね、こう会場を、ね、盛り上げるためにどうしようかなとか。でもやっぱり大人のね、なんかこう凄さみたいなのをたとえゲームだろうとも見せてみようかなって。でどういうところかって言ったら、それ会場でも言ったんですけど、これやってる時間が違うぞと、ね、このおっさん、ね、みんながねもう最近スイッチちょっと触ってる程度じゃなくて、小学生の頃からファミコン、スーパーファミコンとね、ボンバーマンをやり続けたんだと。もうね、昔撮った杵柄が半端ないんだっていうのを、ちょっとこう、知らしめておこうかと。でも、それ終わったら勝つじゃないですか。シャーッとね、やったらね、子供たちがね、その中学生、高校生がね、師匠もう一回、師匠もう一回っていうふうに、ね、こう、やっぱり、ね、熱くなってくれてたんで、ああ、なんか、やっぱこれでよかったのかなって思いました。それって僕らが昔ね、ちっちゃい頃、熱狂した、まさにそれ、だったなと思って、ね、負けて悔しい、ねね、でも勝ちたい、勝つまでやりたいみたいな、そういうところにね、大人がいてもいいんじゃないかなと思ったので、はい、そんなボンバーマンで遊んでましたね。この石丸真嗣、容赦せんみたいな。今は分かる人います？容赦せんといえば、分かる人、勝たせてあげて、ちなみに、あ、出てこない。容赦せんってのは、ジョジョですね。ストロイツォかな。このストロイツォ、容赦せんっていうね、何回か作詞で言うんですけど、ああいうね、こう、なんだろうな、こう、気高いというか、気高いのかな。強さもいいかなと思います。はい。ちょっとまた、スパチャの方を中心に見ていきます。ボンバーマン師匠、ノブ502011さん。そうね、ボンバーマン師匠とかいいんじゃないですか？なんかそういう。ゲームといえば、この前ゲームの仕事をいただいたんですよ。とね、なんだっけな。なんとか、創造タウンズ。わかります？タウンズ。なんだっけな。創造タウンズいいのか。うん。あれを、なんかゲームしてるのを観戦しながら、いろいろ師匠コメントしてくださいっていう仕事のオファーがあって、で、面白そうだったので受けたんですよ。1時間半ぐらいの収録だったかな。昔のシムシティですよ。あれをこう最近のポップな感じにね、直したやつだったんですけども、あれをやってて、すごいよくできてるなって思いました。どの辺かっていうと、実際の師匠の感覚に、結構近いんですよ。この街の中でね、本当にいろんなことが起こるし、いろんなものを進めていかないといけない。それが、もうひっきりなしに、そのゲームの中の時間で、四六時中、昼も夜も、イベントが発生して情報が入ってくるんですね。これをこう、片端から消去していくっていうのが、結構実際の市長の仕事に感覚が似てました。うん、なので、スイッチのね、そのタウンズ、ポチりました。1500円だったかな。で今自分のね、秋田方市をそのタウンズの中で作ってるので、もうちょっとね、街が完成したらどこかでお見せすることもあるかなというふうに思ってます。はい。じゃあちょっと次行って、これスマホで見た方がいいのかな。もミスターポテイト19923、シンガポール駐在、広島県出身、30歳、ぼっちクリスマス。ん、今日は一人じゃないですよね。みんなでクリぼっちという、なんだか、なんだっけ、ソロキャンプの漫画ありましたよね。なんだっけ、あれ忘れちゃったな。ソロキャンプをなんかね、カップルで、その男女でやるってありましたけど、あんな感じでね、クリぼっちをみんなでやってみるという、これもいいんじゃないでしょうか。はい。それで次は、あ、これちょっと待って、スマホだと押しにくいぞ。大分に転勤し、夢タウンを知りました。別府にあるので来週秋田方駅食べに行きます。おお、別府にはあるんですね。うん。やっぱ九州にあるのかな？福岡にはあるんですよね、確か。あ、福岡のある夢タウンに、言っていいの？まあ、ある夢タウンに、もともとこの秋田方の夢タウンにいらっしゃった方が転勤で行かれてるんですよ。で、そこが、すごい、その惣菜コーナーの秋田方駅のところのポップが力入りまくってるんで、ぜひ近くの方見に行ってみてください。
その写真をこの前市役所に送ってくださった方がいて、で僕見て、ああ、頑張ってくださってるんだというか、めちゃくちゃ応援してくださってるんだっていうのを見て感動しました。はい、ぜひ九州で見てみてください。ハイヤさん、ハイヤさん、今回はちゃんとというか配信中に落ち着まさせてくださったんですけど、まだちょっとね、2連10万がいただけてます。ありがとうございます。はい、あ、ハイヤさんもすごい田舎出身なんですね。そう、でもそうなんですよ、結果それで良かったなというか、それが良かったなっていうふうに今本当に思います。さっきのね、クリスマスプレゼントと一緒で、なので、なんだろうな、その時、あまりこう短絡的にというか、そこにね、あまりスティックしない方がいいんじゃないかな。あれなんだっけ、あ、ピーナッツだ。ピーナッツって漫画ご存知です？スヌーピーです。スヌーピー、スヌーピーで、あの女の子はルーシーになってます。ルーシー、ちょっと意地悪なこと言う女の子ね。でルーシーがスヌーピーにね、なんて言うんだっけな、あなたいつもん、あなた犬だけど犬をやってて嫌になんないの、みたいなことを言うんですよ。問いというか嫌味というかね、どんな質問じゃいって思いましたけど、でそれに対してはね、なんていうかというと、配られたカードで勝負するしかないんだよ、プレイするしかないんだよって言うんですよ。なるほどなと。ね、それはカードのね、組み合わせがいい悪いってあるんですけど、それに文句言ったって始まんないだろうと。そのカードで勝負するだけなんだっていうのを犬が言うとったっていうのがすごい面白くて。なので、その中でできる限りをするのが大事なのかなと思います。最近、X の投稿でもちょっと書きましたけど、偶然をコントロールするというやつですね。そのカードだって、最初のカードだけじゃなくて、ね、ルール上何回かね、こう、変えられるわけじゃないですか。ここでね、エースが2枚あったら、あ、やっぱりこれエースをね、もう1枚狙いに行こうとかね、3カード狙おうとか、もしくは2ペア狙いに行こうとかっていうね、それによってまた戦い方があるんですよ。だから、その中でベストを尽くすっていうのが、すごく大事なんだなっていうのを、そのピーナッツ、スヌーピーから昔勉強した覚えがあります。はい、おっと、そうこうするうちに、もう30分過ぎてますね。今日はどうですか？この、画質。相変わらずだね。ちょっとマシですか？これね、まず最初に言い訳をすればよかったんですけど、いろいろ試しました。先週、同じ時間帯、日曜日の21時に、からね、2時間ぐらい自分でテストやったんですよ。で、なんだっけ、ドコモのホーム 5G かな。あれの設定をいろいろ変えたり、あと、今これ、マイクとカメラを外部外付けでつけてるんですよ。で、そうじゃなくて、内蔵のやつでやってみたり、いろいろ試したんですけど、その時はね、なぜか無事だったんですよ。順調にライブにできてアーカイブも撮れちゃってるんですよね。だから、なんでね、この画質が悪くなるのか、本当わかんないんです。先週は全然問題なかったんですけど、今日もやっぱり、なんかちょっと今、スマホで見る限り、あんまり良くないのかな。ちょっとあれなの、引っ越すか。そういう案件なのかな。はい。よし、じゃあちょっと、皆さんからいただいてた質問で、掘り起こしていくと。あ、なんだ、事前のチャット側で、時差が9時間あるので、ライブで見ようか、アーカイブで見ようか迷ってますって書いたんですけど、時差9時間ってことはロンドンですか？いや、嬉しいな。シンガポールの方とか、ロンドンの方とかね、いろんなところで見てくださってて、ありがとうございます。ロンドンはこの後ですね。そうですね。で、ニューヨークがさらに後だから、ニューヨークだったら今、朝の9時、8時ぐらいですか？もうちょっと早い。あとは、あ、エヴァの話を振ってくださった方もいらっしゃいましたね。エヴァンゲリオンです。で、その方が、市長は、ね、レイ派ですか、アスカ派ですか、私はユイ派です、みたいなのがあったんですけど、僕はアスカ派ですね。アスカ。アスカめちゃくちゃ、応援していつも見てたんですよ。あのアニメからね。なんていうかこう、すごい頑張り屋さんじゃないですか。エヴァンゲリオンを真面目に語るおっさんの気持ち悪いですけど。許してください。僕、14歳の時から見てるんで、エヴァンゲリオン。ね。すごい頑張り屋さんなね、女の子が、ね、なんだろう、こう、けなげな感じがして、こう、ちょっとなんだろう、自分を重ねるところもあったのかもしれないですけど、応援してたんですよ。でも、ついぞ報われぬままアニメは終わるでしょう。そしたら映画になるんです。1997年ぐらいだったかな。映画でね、最初のやつはなんだ、使徒新生。旧劇場版ですよ。アスカがね、活躍するのかと思いきやね、
あの1億2000万枚のね特殊走行があってね、ああ来たって復活したと思ったら最後の最後にボコボコにされるじゃないですか。もうほんとね、あれね、もうトラウマでしたよ。ってちょっと待ってと、アスカは救われないのかと、なぜそんなにねこうね手を伸ばすんですけど、それはね結局希望はつかめず打ち砕かれるというね、ほんと量産が憎しみたいなというのが旧劇場版であったんですけど、その後の新劇場版でアスカが元気じゃなかったか、いろいろあるんですけどストーリー上は。でもひとまずそこにはね、アスカがね、名前は変わりながらもアスカというキャラが存在してね、こうまあちょっとねまた強くなってたんですよ、いろんな意味で。でそれを見て、ああよかったなと思ってね、アスカも救われたのかなと思って、最後新劇場版を見終えました。というなんだっけ、あとはなんか真面目な話してもあれだからな、なんかあるかな。あ、もうあと20分ぐらいになってますね。あ、たまたま今見ました、おでんくんさん、お、吉田小学校出身。ああ、そうですか。吉田小学校はね、そうなんですよ、自画像を卒業するときに書くんですけど、その横に将来の夢を書くんです。それこそケーキ屋さんとか、あとは優しい人になりたいとかって書くんですけど、でこれを僕は何と書かれましたか、ゲームプログラマーって書いたんですよ。ゲーム好きだったから。当時はドラクエ5とかね、ファイナルファンタジー5とかがちょうど出てて、で、それこそボンバーマンもね、スーパーボンバーマンが出た頃かな、やっててね、すごい好きだったんで、将来はそういう仕事にね、つけたらいいかなっていうのを無邪気に書いてました。あとは、椿バイオレットミヤなんとかさん、大阪府出身、オーストラリアに5年間住んでました。オーサレーのように選挙が義務の国は自然と幼少期から政治に関心を持つようになると、そうなんですね。義務の国って割合あるんですよ。あ、オーストラリアもそうなんですね。南米とか多いですよ。ブラジルもそうだったかな。行かないと罰金なんですよ。で、あれ所得によるのかな、結構金取られますよ、罰金。大きかったと思います。なので本当に投票率が 97% とかすごい高いんですよっていう国もあるんですけど、いっそそうやってみるのもいいのかもしれないなとは思います。ただ、そのルールを変えるのは国会議員なので、まあ変わらんでしょうね。残念ながら。それは現職の人にとって特にはあんまりならないから、ないんじゃないかなと思います。前原純子さん。あ、いつもありがとうございます。あ、リハックの秋田方のやつはいつリリースされるのか僕もわかんないです。高橋さん、ほんとね、なんかいきなりドーンと来て、わーっとロケして、ダーって帰ってたんで、あの後どう今なってるかわかんないですけど、年明けじゃないですかね、早くても、だと思います。お正月の橋本さんの番組はね、今回ないです。はい。はい。なので、ないですね。また、いつか出たいなという気持ちはあったんですけども、はい。今のところはありません。奈良さん、人生初スパシャ、1万円も。ありがとうございます。メリークリスマス。あ、僕が立候補した時から応援してくださってる。嬉しいな。来週で仕事納めなんですね。市役所もね、最後が28かな。で、29から3日までか、確か休みです。で、そんなに行事も入ってないので、割合ゆっくりはできそうです。で、できれば年末年始どっかでキャンプ行きたいなって思ってですね。冬キャンが好きで。でも去年の年末だったかな、キャンプに行って、多分この1年キャンプ行ってないですね。だから1年ぶりか。なので、できればキャンプに行きたいなと思ってます。はい、あ、そうだ、今ね、このララさんがメリークリスマスって書いてたので思い出したんですけど、メリクリってね、今、アメリカ言わないんですよ。アメリカ全部じゃないかな。でもニューヨークは言わないんですよ。ホリデイズってなってます。いわゆるポリコレです。ポリティカルコレクトネス。なんか政治的な中立性をね、保とうみたいなので、メリークリスマスってキリスト教だから、ハッピーホリデーズっていうね、幸せなホリデーズ、祝日っていう配慮というか、そういうのが、僕が行った時にはもう本当にどこもかしこもそれになってたので、メリークリスマスを見た覚えはないですね。あ、ある。それこそトランプ大統領が多分メリークリスマスって言ってたというか、復活させるって言ってたんじゃないかな、大統領になった時に。その選挙の時の戦術というか、キリスト教の人の票をやっぱ集めようっていうのだったと思うんですけど、
あの方はメリークリスマス言うてましたね。でも、あんまり見かけないんじゃないかな。今、アメリカにお住まいの方いらっしゃいます？誰かその辺、話してます？多分、言わないですよね。はい。じゃあ、続いて。ヒョコレキさん、ズイフト。ズイフトね、やってないんですよ。何かというと、室内で自転車を漕ぐのに使えるアプリですよね。アプリ、マシンみたいな。やろうかなと思ってるんですけど、多分ね、やる時間がないよって、ちょっとね、諦めてます。できればね、もうちょっと落ち着いたら、もうちょっと落ち着くことあるのかな、やってみたいなと思います。オルダミシーさん、いつもありがとうございます。間に合いましたってことは、どこから帰ってらっしゃったのかな、仕事だったのかな、お疲れ様です。仕事納め、あ、仕事納めって会社企業によりますよね。多分銀行だと、今年、あ、30が土曜日だから29までか。じゃあ、世間とそんなに変わんないですね。はい。ね、多分、そうなんですよ。走行してるうちにあと10分ぐらいというのかな。SW さん、秘書みたいな考え、価値観の方が日本の救いです。まあ、どうですかね。なんだろう。こんなんばっかりだったら、それもまたどうかと思います。自分で言うのもなんですけど。こういうのもいていいぐらいの、なんだろうな、こう、包摂する感じですか。インクルーシブな。多様性みたいなのがあったらいいんじゃないかなと思います。お、サラさん、市長の配信で知った副長を友人に送ったら喜ばれました。ありがとうございます。よかった。副長ね、本当おすすめです。ね、何よりうちのふるさと納税の返礼品になってるので、じゃんじゃん注文してください。はい、副長を作ってる今田酒造さんは、それ自体は東広島市にある会社です。はい、椿バイオレット宮さん、あ、またありがとうございます。ふるさと納税で秋高田市ツアー、どうやって企画したいんだろうな、ちょっと宿題にさせなさい。コケリウムを返礼品でもらわれたんですね。コケ可愛いですよね。僕植物結構好きで、まあ、これはあれですけど、ここにね、こんなもあるんですよ。これゴムの木で、これがね結構いっぱいあって、あとなんかこのなんだっけ、ちょっと色が薄くなって、これ今なんていうの、刺し木って言うんですか、これもともと大きい木だったんですよ、がちょっと大きくなりすぎたんで、ちょびんで切って根っこを伸ばして土に刺したら今こんな元気になってるんですよ。こういうのを増やすのが好きだったりするので、コケリウムとかいいですよね。これ返礼品にしたら誰かもらってくれます？業者僕ですけど。ゴムの木でも、ゴムの木って多分買ってもそこそこするんですよ、もともと。おそらくその、まあ、鉢もしっかりしたのがついてたら数千はするんじゃないか。もしもリクエストが多かったら、これ返礼品になるかもしれません。チャットに書いてみてください。あとは、あ、そうこうしてるんで、あと10分だな。10分で、でも皆さんのね、なかなかこの、そう、同説が多いと速度がね、そんなことない、ないかわかんないですね。でも1週間前と今との違いは、同説の数が一番違うんですよね。自分一人でやってる時は1しかないですけど、今1万くらい見てくださってるのかな、ね、なのでそうかもしれない。最終決戦、まあ、これ22時で終わるんで、ね、22時あ、今もしかしたらやってんの？みんなで見ます？ちゃんと録画してるんで、後でじっくり見ます。皆さんも M1 もね、眺めながらグラグラやつをね、聞いていただければと思います。あとはじゃあちょっと来週の話もしときますかね。この前、2週間前のここで聞いたじゃないですか、ね、クリスマスイブか大晦日かって、チャットとかね、あとコメント欄に書いてくださったのをバーッと見たら、一番多かったのは両方だったんですよ。クリスマスイブもカウントダウンも。なので来週大晦日やっときますか、カウントダウンライブをね。21時ぐらいから始めて、延々とダラダラと24時過ぎまでね、やってみましょう。ね、多分人生でカウントダウンライブをやることって普通ないはずです。うん。やらんでしょ。なので、まあ人生で1回ぐらいね、あってもいいかなと思うので、ちょっとその貴重な機会をぜひね、ここにいる皆さんとご一緒させてもらえればなと思ってます。というわけで、次回は来週のこの時間、21時から始まり、31日の24時ちょっと過ぎまで3時間のライブをお送りする予定です、ね、皆さん万難を排してご視聴ください。なんて、なんだろうな、紅白とそれこそカウントダウンのなんか音楽番組とかもあるんですかね。まあそれだとね、同時並行でダラダラ、あれか、都会の人は初詣にね、
あの深夜にかけて行く方もいらっしゃいますかね。うん、じゃあね、あのカウントダウン行きがてら、あの電車とかバスであのライブ配信見といてください。どうせやることねえなみたいなね。YouTube で皆さん最近動画見られてますよね、移動中ね。なので、あのこの秋田方ミートアップオンラインのライブ配信を見ながら初詣に向かってみてください。で、 できればその際にどうかな、例のね、秋田方市公式チャンネルのジャイアントキリングですよ。今見たら14万9000まで来てるので、東京都超えまで2万4000か。2万4000。今見てくださってる方は全員ポチってますか？公式チャンネル。もう一回チェックしてみてください。ね。そして、チェックをした叱るのち、ね、これ終わった後、皆さんの知ってる人、3人に、また、例によって3人に、ね、つべこべ言わず、チャンネル登録をしてくださいと。是が非でもお願いしますと。ぜひ、拡散をしてみてください。ね、そんなこんなで、おみそか迎えてみましょう。あわよくば、その3時間の中で、ね、またこの動説をうまく引き込みながら、ジャイキリに向けて、最後、2023年を締めくくりに行くと。そんなやつをやってみましょう。はい。あと、5分ばかしとなってきましたが、あと何か話すことがあったかな。いっぱいね、質問もいただいてたんですけども、あと何かあったかな。あ、まだ、どうしようか、チャット。はい。すぐね、チャットを離れてね。どうせあいつはチャットを読まないというコメントで後からいただくので、よし、今日はチャットの方に意識を向けます。あ、今アメリカで一人クリスマス過ごしてます。さきこ、浜中さん。アメリカのどこだろう？この時間帯で起きてるってことは東海岸の方かな。おみそかの配信も、はい、ぜひ一緒にね。あ、当たり前ですけど、大晦日、年越しも時差があってぐるっと一周するんですよね。で、日本が割合早い方なんですよ。ハッピーニューイヤーって。で、一番最後の方がアメリカの西海岸かな。で、アメリカの中でもニューヨークは東海岸なんで最初の方なんですけど、なんかテレビとか見てると、このね、順番にやっていくんですよ。アメリカでも。あれがね、結構面白かったのでね。じゃあ、このね、さきこさんはアメリカからカウントダウン、ね、長いカウントダウンをやってみてください。はい。カウントダウンといえば、ニューヨークのカウントダウンって、あれ、皆さん行きました？ニューヨークいる人。僕は4年、あまりいたにもかかわらず、一度もカウントダウンの時に、あそこには行かなかったです。タイムスクエアの、そのストリート、アベニューの、あの通りにね、10万人とかだったかな、集まるんですよ。で、ぎゅうぎゅう詰めで、で、早い人は、夕方のね、17時とかから中心にいないと行けないんですよ、あそこって。で、一遍入ったら、カウントダウン終わるまで出れないんですよ。出たらもう入ってこれない。戻れない、絶対。から、真冬のニューヨークマイナス10度とかですよ。北海道並みに寒いのかな。そこに6、7時間立ちっぱなしでトイレにも行けないっていう地獄を味わう覚悟がないと、あそこに入れない。で、あそこにいる人たちのはそれに耐えてるんですよ。だから僕はいつも家でテレビ見ながら、タイムスクエアから歩いて10分くらいのところにあったんですけど、テレビでいつもカウントダウンを見てました。あの人いるのかな？ね、パンツ一枚でギター持ってるカウボーイって、まだいらっしゃるんですか？どんだけ寒くても、ラなんですよ、ラ。なんて言うんだ、あの人。小島よしおさんみたいなやつか、あの格好か。で、某天狗のハットとギターを持ってる人が、いつもね、出てくるんですけど、テレビ、そのタイムスクエアにいらっしゃるんですけど、まだ元気なのかな？なんかあの方久しぶりに見たいな。そうこうしてるじゃん、あと2分だ。あと2分ですね。皆さん、それぞれ思い思いのクリスマスは明日なんでね。今日はイブということで、良い子のところには、きっとサンタさんがクリスマスプレゼントを届けてくれるはずです。体の辞典とかね。いいです、でも。漫画体の辞典でよかった。僕は本当に自信を持っています。本当にサンタさんありがとう。なので、ね、どんなプレゼントだろうと、ね、もらった人は、サンタさんにありがとうって、言いましょう。その気持ちが何よりも大事なプレゼントだと思います。よし、じゃあもう来週の覚悟も固まったところで、またなんか僕見落とします。最後の最後に大丈夫かな、ふるさと納税の宣伝最後にもう一回だけします。ふるさと納税順調にこの12月もいただいているようですが、まだ31日ギリギリそこまで受付日付のうちには大丈夫なので、まだやってない枠が残ってるとか今までやったことがないっていう人はぜひふるさと納税やってみてください。試してみてください。すごくお得な制度で、
何より本当に返礼品がもらえるのもいいんでしょうけど、自分の思いを自治体に届けられるという、そういう意味ではいい制度かなと思いますので、うちの返礼品ね、僕のツイッターで今、タリズのコーヒーとか、あとはドリームベッドとか、高級ベッドとか紹介してあるんで、またそれらも見てください。この後他の返礼品の動画もアップ、リンクをアップしてみようかなと思います。はい。というわけで、2時を回りましたね。はい。せっかくのクリスマスイブにわざわざお付き合いくださいました。本当にありがとうございました。それじゃあ、そろそろお開きとさせていただきます。もう学校の人はあんまりいないのかな？多分、冬休みでも入っちゃうんですかね。はい。でも、お仕事の方は、あともう数日、仕事納めまで頑張りましょう。はい。それじゃあ、おやすみなさい。ハッピーホリデー。